はいそれでは質問を見ていきましょうある製品を生産販売するのに固定費が196万円製品1個あたりの変動費が7万円であるこの製品を単価10万円で販売するとき利益を170万円以上確保するためには少なくとも何個を販売する必要があるか90270630900はい何個販売したらいいでしょうか はいいかがでしたでしょうか、えー、計算問題ですけれども、えー、非常に簡単に解くことができる計算問題ですまあ、もしですねどうしても計算苦手だった苦手だという方はですねこの問題飛ばして、えー、他のですね知ってるは解けるという問題をですねどんどん解いてしまってこれを後回しにしてしまうというのも一つの方法ですまあ、ただこのレベルの計算だったらパッと解いてしまうのもねいいんじゃないかと思いますまあどれぐらい慣れてるかもう本当に1分ぐらいで解けるかどうかというところを、えー、判断基準にしたらいいと思います でははここの問題ままず答えを確認しますすれは90個ですねでねなぜ90個なのか、はい、1個あたりの変動費ね7万円でありますよとそしてそれを10万円で売りますつまり1個売ることに3万円ずつ儲かるというか利益が出るというか利幅があるわけですね。ただこの3万円がまるまる利益になるというわけではなくて固定費、まあ、例えば家賃とかねそういったものは196万円かかっているんですよと。 そうすると170万円の利益を出すためにはこの196万円を超えて1 7十何万円ねこれ足した分ですから266万円稼がないと170万円以上の利益にはなりません。万万円円以上稼ぐそれが個で利益出ますつまり1個3万円を積み重ねてってそれが266万円以上になる数はどれかということですね。 なので1個3万円る9 0個で270ですから270万円以上になるということで答えはアーナーズね、まあ、実際にはですね CBT の試験でも紙にメモ書きしたりすることができますのでこの辺の数字をですねしっかりメモに書いてで1個当たり3万円だからとかということを考えて落ち着いて解いてください。